そうです。よいしょ。賤ヶ岳合戦。えらくゆったりしておりますけれども。行くの？どこがあれなの？まずはリフト乗り場まで行って、リフトが動いてる。あれ。回っとるとこが見えるで。動いてますね。うん。どうぞ。登山道の方は1550m。よし、リフトだ。よし。いくらやろね。見ていきましょうか、先にそっちを。大人900円ですって。歩こう。違う。意味を出すから。歩いた方がなんかよくね。そのプラン想定してない。嘘。この後も何か所か回るって思ったら。わがままだな。1550m だけだよ。登山だよ。うん、あなたの嫌いな。これに比べは1500なんて。たまに1キロ歩いてる、それにプラス500だろ。帰りだけこっちで降りてくる。割となんていうの、本気で疑問に思ってるんだけど、俺がそのなんていうの、登りは歩きで行こうのプラン本当に提唱したらやるんですの？やる。いいよ、往復で900円だから大丈夫大丈夫。往復900円なの？往復片道じゃないよ。そっか、片道450円ですから出すよ。怖そうやな。そっちが本音ちゃうの？いや別にこれに関してはあなたにお金の負担させる気は一切なく、単純にその山のてっぺん見て何もなかったらマジで帰るの。それをもったいねえな。そうだから一番怖いの俺よ。行こうじゃん。はい。そっか、怖えな怖えな。僕の方はプレゼントに。さあ行きましょうか。はい、準備行きますか、どうぞ。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあもう足元に入ってください。座ったら足上げてくださいね。はい、どうぞお進みくださいね。この足のマークまで来てください。怖っ怖っ怖っ、あっ怖っ怖っ怖っ、想像の想像の5倍ぐらい怖い。いたじゃねえかって。聞いてないよそんなエピソード。あーでも山登りしなくていい分楽だよ。はい、でははい、あーいい絶景絶景。何の戦いこれ。賤ヶ岳と読みます。賤ヶ岳、はい、賤ヶ岳。夜は来れません。あ、そうだね。1550歩くか。無理です。夜の登山1550はきついですね、素人に。え？遭難するぞ、遭難。たかが300m で遭難できる俺たちにとっては。1550って何回も俺ら遭難するんです。
やべえ、絶景。あ、これはすごいわ。絶景だね、これ。この、うちわにもさ、この琵琶湖八景、うん、琵琶湖八景の一つ、湖北随一の景勝地ってあるけど、納得できる凄さだわ。すごいわ。これが湖だと思えんもんな。そっか、湖か、これ海じゃねえんだ。だよな、水たまりなんだよな。すげえな。さあ、てっぺんまで登るべよ。割とまだあるんだよな。本当に昔の人だね。ここ登れるか。やっぱりさ、1550のあの登山ルート、うん、行かなくて正解だわ。俺もこの時点で心折れてるもん。なあ。静ヶ岳合戦の死んだものの弔ってる場所。まだ3-4メートルありそうな気がする。先行けよ。それはいいんですけど、何か霊感的なもの見えます？何もない。単純な霊感は反応ゼロのようです。マジかー。えらいもん。疲れた。すげえ。超絶景ですな。あ、絶景だな、絶景。一応対岸見えるもんな、ちゃんと琵琶湖らしく。でもこうやって見ると本当竹ビルないな。福井県と同じだなあ。僻地なんだな。動画にしづらいから。で、殿、何か見えますか？何も見えない。見えるのは偉いだけじゃん。絶景なんだよな。360度絶景なんだよな。まあ、どこで戦っとるの？福井どっち？あっち？あっち。福井でもないか。ここで戦ってるの？違うでしょ。こんなど山の山の上じゃないとは思うけど、うん、この辺りで。あそこ見てみようよ、なんか書いてある。はい、はい、けー、通ってきてもらって。怖いけど冬の時期に。待て。ちくりちゃん、よっこいしょ。え、特に何もなし。遠すぎる。遠すぎる。あっちだもん。戦いここじゃないもん。うん。からくにちは。ただのおめえ、えらい思いして登ってきただけ、金出して。合併した時に、長浜何メーターって言わはったらびっくりしたことで。でもあれよ、一応その戦い名としては、静ヶ岳の戦いってここの名前が使われてるからさ。うん。だけど本当に戦ったのこれの下じゃん。うん、池の向こうだ。立てねえからここにしたんやろ。そうなのかな。はっ、はい、いや
場所間違いだね。そうね。何もここ関係ないじゃん。まあ戦の様を見てる場所ですな。高みの見物ですわ、まさしく。誰って秀吉やろ。疲れ切ったって顔してるね。まあ若くないからな、この時点で51歳ですな、この戦の時。俺と同じ年。まだまだや。で、リフトなしや。疲れるわな、こうもなるわ。こうもなるわろ、普通に。戦う前から呼吸になるやろ。なるね。俺途中でもうあれ死んでるもん。俺あの、甲冑全部脱いで寝とるもん、死んどくりして。負けた時だけ教えて逃げるからって。勝った、やーとか言ってな。なるわな、こんなの。次行こう。行きますかね。うん、ここ夜無理だと思う。うん、だから昼のうちにできる限り見ようと思ったけど見るものもねえや。うん。さあ、何の戦いやったここ。静ヶ岳ね。静ヶ岳。漢字がすごい読みづらいのが一番の難点なんだよ、ね。俺漢字読めんもん。静ヶ岳の1550m の山の上でした。戦いは 1550m 下でやっておるということでなっております。本当に何も感じない。うん、何も感じない。感じるのはよ、もう疲労感。悪いけど400年前どころか今なんだよな。もう完全なる疲労感しか感じません俺今。申し訳ない。